魔女の姉ちゃんって誰なんだ？魔女の姉ちゃんは魔女の姉ちゃんさ。お客さんもお客さんだろ。魔女の姉ちゃんと友達。は？羽ペンで魔法を使ってた魔女の姉ちゃんは不思議なインク瓶を持ってて、中には幻想の真実が入ってたんだ。こっそり舐めてみたけど、すっげえ苦かった。でも他の姉ちゃんたちはその魔法が気に入ったみたいで、想像の魔法を使って幻想の真実を真実の幻想に変えてたな。一体どうやってやったんだろう。俺にもよくわかんねえや。だってただのぬいぐるみだしな。他に何か聞きたいことはあるか？お前が言ってた魔女の姉ちゃんって誰なんだ？魔女の姉ちゃんは魔女の姉ちゃんさ。お客さんもお客さんだろ。魔女の姉ちゃんと友達。ああ、そうそう。魔女の姉ちゃんの友達も魔女だったんだ。みんなすごい魔法知ってたぞ。想像の魔法、それに幻の魔法。羽ペンで魔法を使ってた魔女の姉ちゃんは不思議なインク瓶を持ってて、中には幻想の真実が入ってたんだ。こっそり舐めてみたけど、すっげえ苦かった。でも他の姉ちゃんたちはその魔法が気に入ったみたいで、想像の魔法を使って幻想の真実を真実の幻想に変えてたな。一体どうやってやったんだろう。俺にもよくわかんねえや。だってただのぬいぐるみだしな。考えるのに使う部分は他に何か聞きたいことはあるか？オイラたちは図書館にあった今まで開けられなかった扉の向こうからやってきたんだけど、ここは招待されたお客さんだけが入れる特別な部屋だ。二人ともおめでとう。二人はこれで資格をゲットしたってことだから、他の友達を招待することもできるぞ。そうそう、すぐ片付けて温かいお茶とデザートを用意。うん、って違う。オイラはここはおお、難しい質問だな。ここは魔女の姉ちゃんが魔法で作った部屋で、俺には魔法がわからないし。でもドアボーイ、他に何か聞きたいことはあるか？お客さんのパフォーマンス本当に最高だったぞ。つい見とれちまった。で、うん、魔女さんが言ってたんだ。物語の本にあるページはきっとお客さんは特別で、だからこそ手に汗握る戦闘シーンってのは一部の物語にとっちゃ欠かせない香辛料みたいなもんだからな。もちろん俺もそういう話が好きだ。もしお客さんの華麗なパフォーマンスを本にするとしたら、どんなタイトルがいいだろうな。戦記、激戦録、制服、とにかくもしお客さんがこれからもみんなにさっきみたいな素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるなら、いや、ぜひ見せ続けてくれ。